ちゃ、歩きなぐるぎチャンネルへようこそ。ということで、先日の動画、見ていただきありがとうございます。先日やっと SNS で、ね、発表させていただいたんですけど、たくさんの方から、はい、あの祝福のメッセージいただきまして本当にありがとうございます。これからも育児と YouTube 頑張っていきます。よろしくお願いします。あの動画はですね、人生で過去一編集に時間をかけた本気出した動画なんで、ぜひね一度でも見てくれたら嬉しいです。すごい長い動画になってしまったんですけど、これから結婚を見据えて子供が欲しいなと思っている男たち、特に見ていただきたいなと思います。そしてもう子供がいらっしゃる方とか、僕の人生の先輩方にも、ああこの頃懐かしいなって思っていただけるような動画になっていると思うんで、その辺も見ていただけたら嬉しいです。で、今日はですね、今後の動画の投稿頻度についてお知らせしたいと思います。で、その動画はね、別撮りで撮っている映像がありますので、その動画を見ていただければと思います。ちょっと なんかご報告系の感じだからちょっと緊張してるんですけど、このチャンネルの投稿頻度についてちょっとお話ししたいなと思って動画を回してます。僕、育休をしようかなと思っております。まあ、それに伴って投稿頻度がちょっとこうバラバラになるというか、いつもはね週に2本は最低でも上げようみたいな感じで心がけてアップしてたんですけど、2本から3本みたいな感じでやってきたんですけど、それがもしかしたら、まあ、生まれてめちゃめちゃ忙しかったら1週間2週間上がんない時があるかもしれないし、意外と赤ちゃん寝てくれて編集できるなみたいになれば今まで通りの投稿頻度になるかもしれないしっていうので、まあ、一応お知らせしておこうかなと思いまして動画を回しております。というのと、育休するっていうのが意外と他の YouTuber の方とかアップしてる人とかいないなって思ったんで、これもすごい自分の中の心境の変化も大きくあったから、あ、これもなんか共有した方がいいかもしれないなと思って、っていうのもあってちょっと動画を回しました。このチャンネルって男の人がね、ほんと9割5分近くいて、こんなチャンネルなかなかないと思うんですけど、もう男がほとんどいるみたいなチャンネルで、まあ、結構チャンネルの結成当初から男論みたいなことを結構話したりする場面があったりするんですよね。古着買ってるだけなんだけど、意外とこう男としてどうありたいかみたいな話とかすることがあったん で、育休もまさになんかそういう風にいろいろ考えるきっかけにもなったので、まあ、どうして育休しようかみたいな話からちょっと軽くお話しようかなと思って、でその後今もう家にずっといて家から出ない生活をしてるんで、クローゼットをこの後整理しようかなと思うん でクローゼットの中の服を紹介するみたいなこともどうせなら後でやろうかなと思ってるんで、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。どうして育休しようかなって思ったかっていうと、もともと子供が生まれるにあたって2つぐらい選択肢があって、自分たちで育てるやり方と、もう一つは里帰りして奥さんの実家とかに帰ったりとかして、お母さんに頼る方、そう、お母さんに頼って子育てを手伝ってもらうケースがあると思うんですけど、僕たちは前者の2人で頑張って育てようみたいな、まあ、家族のサポートは受けつつも、お母さんたちのサポートを受けつつもベース2人で頑張って育てようみたいな結論に至りまして、まあ、なんでかっていうと、普通に新生児から1ヶ月間の成長とかってすごい大きいから、結構他の YouTube とかブログとか見ても、生まれたての子からさ数日経つだけで全然顔つきが変わったりとか、一気に成長するじゃんこの1ヶ月とか2ヶ月とかで、っていう瞬間ってなんかもう人生でもしかしたらこれが最後かもしれないし、こういう体験できることなんてもうないと思うから、子供のためにもやっぱこの期間一緒にいたいなみたいなって思って、で仕事もしなきゃなんだけど、どっちも頑張ろうみたいになったっていう感じで、幸いにサラリーマンより融通が利くから、ね、そう、なんかこれ育休っていうと本当に育休してる方に申し訳ないんですけど、育休って言って言い過ぎかもしれないですね。ナンパしないわけじゃないもんね。そう、なんか時間があったら動画の編集をするし、読めないだけだよね。 SNS 本当に何もできないかもしれない。そう毎日いつも通り働けるかもしれないし、分からない。 YouTuber っていう職業なので、まあ、外で撮影することはできないけど、家の中で動画の編集をすることとかはできるから、うん、それをやれるようにはするけど、基本的にはこの1ヶ月間前後ぐらいは優先順位が家族になる。あ、そう、あ、子育てをするということが優先順位の一番、うん、だそれをやめて動画の編集をするみたいなことがないから、気持ち的には育休、本当に赤ちゃんが一生泣き続けてミルクをあげ続けなきゃいけなければ YouTube は1ヶ月間停止するしっていうような気持ちで臨むので、気持ちは育休っていう感じ。でもまあ時間があれば、
編集でもね、ありがたいっていう考え方もおかしいよ。いや、そうよ。ね、当たり前じゃん、ね、そうよ。だからこう育休をするってなんかこうドヤ顔で言うものでもないから、こっちも仕事休んでるしね。そう、でもまあこっちも仕事休んでそっちも仕事休んでて0円で生きていけますかって言ったら、まあ、生きていくためにはそれは大変じゃん。半々なんて正直無理なんだけどね。まあだから育休ってなんか発表するのもちょっと違うんだけど、単純に動画の投稿頻度が変わるかもしれないんで、いつも見てくださる方の中では楽しみにしてくれてる人もいっぱいいると思うので、その方たちに向けて頻度が変わるかもしれないよっていう話です。でなぜかっていうと育休っていう感じなんですけど、1週間何もあげない日出てくるのかな。いや、あるかもしれないじゃん。わかんないよね。わかんないよね。え、1週間2個ぐらいいけるいけない、どうなんだろうね。ちゃんと編集したいんで、そこにすごい時間かかっちゃうから、こうクオリティの高いものをあげるってなるとやっぱり時間かかっちゃってあげられないってことはあるかもしれないんですけど、やっぱこの10年間ぐらい本当に休んだことがなかったから、仕事を休みみたいなことがなかったから、本当どんな風になるんだろうなって思って、うん、ちゃんと妊婦検診も全部いけるね。ああそうそうそうみたいなやつって、あの古着のチャンネルではさあんま話してないから、生活のチャンネルではちょこちょこ言ってることを話すんですけど、本当に2週間に1回ぐらい検診に行くと、最初はエコー写真を見せてもらって、すごいちっちゃい赤ちゃんがいるんだけど、どん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 大きくなってきて、全然もう足しか見えないみたいな、エコーが、うん、ってなっていって、本当にめちゃめちゃね成長を感じるんですよ。今もう近すぎて分かんないもんね。そう大きすぎてっていう感じなんで、まあこのチャンネルはなんか古着のチャンネルだから、そういう、こうパーソナルの部分のこととかは春樹の生活チャンネルの方でねやろうと思うんですけど、まあこういう感じでちょっと投稿頻度が変わるしっていうのもあるので、最初にこういう風にお伝えしておきますっていう感じです。この機会に過去動画とかいっぱい見てくれたら嬉しいですし、僕たち夫婦のもので言うと、あの Vlog 系の動画とか結構再生リストとかに入れておいたりしてるんで、それをね今また改めて見ていただけたら嬉しいなと思います。こっからはですね、せっかく家の中にいるもんで、ちょっとクローゼットの中紹介しようかなと思います。まず汚いから、ね、でもまあ綺麗にするっていうのも込めてということで、クローゼット紹介します。マジ見せらんないぐらい汚いんだけど、これでもまあ綺麗にしたつもりです。でまあこれは一部で、トランクルームとか別のところにまだまだ服はあるんですけど、ここ最近で着ているものたちがここにざっとあります。で以前ハルキの生活チャンネルの方で冬物を全部クリーニングに出しますみたいな動画出したんですよね。その動画の時に冬物をクリーニングに出したんですよ。で半年後ぐらいに帰ってくるみたいなっていうプランでやって、そのクリーニング自体も結構おすすめなんですよね。そもそも冬物がいっぱいある中で夏物どうやってクローゼットに収納していくんだっていう問題があるじゃないですか、僕たちは。でも冬物を6ヶ月とか1年近く渡しておけるんで、クリーニング屋さんの方に預けて、で7ヶ月後ぐらいに綺麗になって帰ってくるみたいなプランがあって、それめっちゃおすすめで、1着1000円から1500円ぐらいの間で結構冬物のダウンとかもいけちゃうんで、普通にコスパもいいし、冬物ってあんまり洗わなかったりするから綺麗になって帰ってくるから、それもめっちゃいいと思うんで、ぜひその動画を見ていただきたいんですけど、まあその動画で冬物は結構紹介して、かつここからなくなってしまったんで、まあ、夏物とかパンツとか中心に紹介します。秋系はあるかなっていう感じです。はい、もうね家にいる時間が長いんで、おしゃれすることもなかなかしなくてね、暇でクローゼットをこうやって見に来る時もありますね、たまに、という感じなんですけど、はい、まずざっくり紹介していきます。一回夏物冬物行かれたタイミングで、一応ここがなんか今めっちゃ着てる T シャツゾーンで、あここにもちょろっと T シャツある、この辺にもちょろっと T シャツあるけど、スウェット系がここ気持ちはね、けどなこの辺に T シャツ入っちゃったりとかしてんだけど、でここがシャツ、結構調子いいシャツで、ここはあったかい系シャツ、あのシャモアのシャツとか結構あります。例えばセントジョーンズベイのヘビネル、こういうのがあります。もう見てるだけで暑いわ、この部屋も今暑くてしんどいんですけど、結構ねシャドウ系のヘビネルが大好きなんで何着かありますね。はい、あこれもジョーンズベイヘビネルがあります。で上はねシャツ系で結構分厚いやつ、あこれとかでも地味にいいけど、最近ユーロ全然着てないですけど、これパリのクリニャンクールのみの市に行ってパリで実際に買った、フレンチワークシャツ、あれですねモールスキンのフレンチワークジャケットですね。かっこいいよなこれ。これもさ買ったはいいものの着る前に暑くなっちゃって着れてないんだよ。あとちょい冬物もある、これクリーニング出さなかったんですけど、パタゴニアのグリセード、これねちょっと奇妙な色してんだよな、こんなやつもあります。あグリセードこれ
全然着てないな。これもね、買ってからすぐあったかくなっちゃったんだよね。なんか古着っていいなと思ったら冬物でも全然今でも買っちゃうからむずいんだよな。でパンツらへんここで、まあ一旦 T シャツをお見せしようかな。 T シャツが、あ、これなんかたまたま上に来ちゃってるけどあんま着てなかった。レミゼ、あと悟空、孫悟空 T、 これ結構イメージあるかなと思うんですけど、僕結構着てるんで、2002年の初期の T シャツですね。これかっこいいよなマジで。なんといってもこれフェードがマジでいいんだよね。結構ボロボロなんですけど、これは3万以上でしたかな。結構高かったけど、今孫悟空 T やばいらしいっすよね。なんかそれこそ芸能人とかが最近なんかアニメ T 買ってるイメージがあって、それですごい。でこれ超着てる、マジ着てる。ペニーワイズの T シャツなんで着てんだろう。なんかね、サイズバランスがマジちょうどいいんだよね。で色もいい、僕の好きな色で。でこれはなんかどっかのレコードの T シャツですかね。ブラインドピックレコードって書いてます。これは AT かなのフルーツオブザルームの XL。 あ、これも超着てますね。ブラインドスケートの T シャツで、これめっちゃ近年物で新しい00なんですけど、いいっすよね。なんかここに養生テープじゃないけどテープ貼ってて、でブラインドってなって中指立ててて、そこを隠してるみたいな。でこれちょっとヤンキー系で、これ 2XL なんで超デカめに短パンとかで合わせてきてます。でこれもスケートの T シャツで NHS タグがつくやつ、00ですね。これもトムノックスっていうサンタクルーズのスケーターの T シャツ、かっこいいグラフィックが。でボディの色も結構好みで、これもめちゃ着てます。なんかスケートって言ってさ、なんか超高いやつとかだったら着にくいかもしれないけど、これぐらいの00ぐらいのやつだったらね、楽っていうかラフに着れていいんだよな。プロディジーの T シャツなんですけど、これねちょっと油飛んじゃったんだよな、ここでもマジで気に入ってる。90年代のスクリーンのユーロのタグなのかなこれで、ファックディインターネットって書いてるの、めっちゃ良くない？これはやっぱ YouTuber の僕が着た方がいいなと思って。結構メッセージ性が強い T シャツ、しかも90年代にインターネットについて、この HTTP だっけ、この URL みたいな感じのデザインにしてるっていうのもなかなかイケてますよね。はい、でこれがナルトの T シャツ、これサイズがね結構でかくて 2XL で、このナルトの T シャツいいとこはね、パッと見なんかよくわかんないんだけど、忍者ーズって書いてんだよね、忍者で。一番のポイントは鹿丸がセンターにいること、ナルトじゃないんだっていうね。いいメンツ、ネジもいるしガーラもいるし、マジでこれは気に入ってる。これもね超着てます。なんかねラフに着たいときはやっぱ 2XL が本当にいいんだよね、肩がぶつからなくて最高で。まあ一応ナルト関連で言うと、まあ他にもあるんだけど、これとか馴染み深い方が多いかもしれない、ガーラの愛って書いた T シャツで、これも2000年初期のやつで、公式のやつです。ちゃんとこれなんかね最近着てないな、去年っていうか今年頭に着てたからあんま着てないんですけど、ナルト T もマジ今高いもんな。はい、ここで一気にあの普通の T シャツ着ます。はい、ギャップのポケ T XL のホワイト、無地 T もやっぱり古着でこだわりましょう皆さん。はい、無地 T 系で言うと他にもありまして、フルーツオブザルームのプリントタグのやつなんですけど、これはねちょっと丈長くてあれなんですけど、ボロでめっちゃ気に入ってます。こことかもね糸で塗られてる、超ボロ、何がいいかよくわかんないっていう人がいそう。はい、でこれオズフェス、オジオズボーンのね主催するフェスの T シャツ、これも中指立ててんだよね、マジかっこいいんだよな。ちょっとハーコーな T シャツです。はい、でこれがフリントストーンっていう60年代ぐらいの国民的アメリカのアニメなんですけど、そのお父さん役の人、まあなんていうんですかね、これサザエさん的な感じなんですかね、お父さんがシャブ中ですっていうような、はい、パロディの T シャツです。これやばいこと書いてますね後ろも。これはめっちゃ高かったんですけど、ハワイで買いました。状態もめちゃめちゃ良い。でこれがリディオヘッド、ここにある T シャツだと今一番高い T シャツかもしれない、10万ぐらいしましたね。でこれがインディペンデント、はい、これインディーの T シャツだけど、オニータのタグがつく初期のやつで、これも超高かった。かっこいいっすねこれは、なんか気合い入れる日に着てます。なんか黒 T が多いですね俺は意外と。あとはこうブルー系、あれこれステューシー AT のステューシーで、これめっちゃ好きなんですけど、モックネックみたいになってて、ここが総柄になってる T シャツ、これもねめちゃめちゃ高かったかもな。これはちょっと母親に直していただきました、穴開いてたところを補修してもらいました、上手。待って、これ紹介してたらこれ切りないわ。ちょっと T シャツはちょっと長めに、あれこれ無地 T ね、ジョーンズベイの無地 T に WRL の無地 T がここにあります。はい、これも超着てる。やっぱね無地 T はねいい古着やって買うとめっちゃいい、いい古着買いましょう。
ここでちょっとお知らせをございまして、あのデイバイデイ大須のデイバイデイに今月の24、25の2日間土日ですね、はい、お店に雄大と丸山くんの2人が立ちますんで、ぜひ来てくれたら嬉しいです。でそんなデイバイデイのメンバー雄大のお店シノクロージングストアが8月の8日で2周年になるらしいんですよ。で周年イベントを今リアルタイムでやってるみたいなので、ちょっとねテレビ電話で丸山くんが今行ってるみたいなんでしてみて、はい、ちょっとお話ししたいなと思う。あ、もう一人いる？あ、おい、久しぶり久しぶりです。2周年おめでとうございます。あ、履いてんだ。あ、めっちゃ太いね。ブクロックナイスバイ。そしたら購入品紹介でまた見せてよ。うん、じゃあね、バイバイ、お疲れ。はい、ってな感じで、まあ、とりあえずですね、デイバイデイ、今月はですね丸山くんと雄大に申し訳ないんですけど2人で行っていただいて、24、25の土日ですよね、はい、立ちますので、ぜひ皆さん来ていただけたら嬉しいです。名古屋の大須にあります。でラインナップとかは大体こんな感じみたいなものは、春の日常チャンネルで最新のものが見れますし、僕と雄大と丸山くんで3人でちょうど1ヶ月前ぐらいのアイテムで紹介してるやつとかは、あのこちらの動画であの解説というかお話ししてます。で店内の感じとか見れるし、あ、こういう系のアイテムが並ぶんだなってことは分かると思うんですけど、ぜひその動画も見てくれたら大体の雰囲気感は伝わるかなと思います。まあやっぱ春とは違って雄大も入った3人の中のピックなんで、春樹の好きなもの、雄大の好きなもの、丸山の好きなものっていうものが全部こうちょうどよく入ってるような感じになってると思いますので、ぜひ来てくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。遊戯王の T シャツ、これかっこいいよな。もうクソクソ世代なんで、パワーオブザデュエリストの時のやつ、マジかっこいい。フェードもたまらなくいいですね。これも XXL でサイズが大きめなんで超着てます。あとこれが過去一かな、 T シャツ金額ランキングだと。はい、ライドシューゲイザー系の音楽でめっちゃ効いてますね、購入してから。で、あとボーダーロンティー、はい、これマルコム X、あ、プロディジー、これはマジでスペシャルで、これ REM のこれハテナみたいになってるデザインです。はい、でこれ AT のステューシーで恐竜、こんな感じで恐竜になってます。フェードがめちゃかっこいいです、という感じでございました。でこれはでもね、ほとんど今年買った T シャツかな、一部去年のもあるけど、基本的にやっぱ今年買ったやつを今年着たいって思ってますね。でナイキの T シャツだと、これもなんかナインティの赤いレギュラーの T シャツ、これウェストフォールだっけなっていう、なんかドーバーとかにも置いてるブランドと、僕の大好きな下北のベルベットっていう古着屋さんとのコラボ T、 これナインティのスマップの T シャツで、これ結構やばいよね、結構マニアからしたらたまんないやつかもしれない。シングルステッチです、ちゃんと。 あとこれもいいね、アダムスファミリーの T シャツ、ナインティのやつ。でこれキンキーキッズの T シャツ、これ遊戯王のここガチガチガチのやつで、これはフォレストガンプの T シャツ、見えるかな、また無事 T、 フルーツかな、フルーツオブザルーム、バドワイザー、あ、トシミツさんのやつで、ダナキャラン、アップル、ドアーズ、これアイコン、あ、これ僕の大好きな行きつけのバーの T シャツ、セックスピストルズ、あ、これモーテル69っていうモーテル の、 あのエロパロディ、あー疲れたという感じでございました。ちょっと最後駆け足になっちゃってすいません。シャツとかちょっとサクッといこうかな、ちょっとほんと軽く見せます。ざっくりヴィンテージのキューバシャツ、これで一番気に入ってる、めちゃめちゃ着てる。でこれ横ストライプオールドネイビーのシャツ、これはエディバウアーのシアサッカーのギンガム、これはノースフェイスのシャツ、あ、これはあの丸山くんがめちゃめちゃ伸ばしてくれたビンシャツで、これもヴィンテージのスキッパーのシャツですね、これも超着てます。これステューシーのナインティのシャツ、これはパタゴニア、これもパタゴニアシャドウ、これラルフ、このラルフマジいい、ほらめっちゃいい、しかもこれ AT かな、ちょっと古いっすね多分って感じで、ちょっとパンツブワーっとあるんですけど、気に入ってるやつ紹介します。まあ一番気に入ってるのはあの動画に、あの動画を見てほしいです。先日あげたあのタンプレで僕が妻からいただいたジーパン、それ以外だと、まあ、ブラックのシルバータブとか、これウエストが3834でめちゃくちゃ気に入ってます、サイズが超いい。あとこれも気に入ってるかな、バレンシアガのバギーのパンツなんですけど、なんかねこれただの黒パンじゃんって思った方多いと思うんですけど、股上がめちゃくちゃ深くてシルエットが変わってるんですよね、この辺にこうハマりが来るっていうか、後ろバックポケットもデカめで、なんかね履いてみると形が明らかに違う感じになる。
でこれねデムナ本人もめっちゃ履いてるようで気に入ってます。であとヴィンテージデニムもちょこちょこ、これ選択しました俺。66前期めちゃくちゃ良くないですか。フェード、この66前期超気に入ってて、久々にまた履こうって気になって履いたら、妻に臭くないお前のズボンって言われてえマジっすかって言って、あの躊躇なく選択しました。ジーパン選択するなぜたくさんいらっしゃると思うんですけど、でも別にねもう色落ちてるからいいかなって感じで、もなんかより落ちちゃった気すんな。でヴィンテージの話したんでちょっとこっちも結構ねコメントいただくんですけど、あのベルベルジンで買った1942年だっけのモデルのリーバイス701、これ現状どんな感じですかって進捗報告はしてくださいっていうね連絡をいただくんですけど、こちら間違ってたらごめんなさい、確かね1947年のリーバイス701ですね。こちらこれ今あんまり履いてなくてですね、まあでもちょっと変わってきてんじゃない、ほらちょっとこの辺に当たりがつき始めてヒゲが出始めてる感じですかね。後ろもほらこれもっと履いたら絶対いい感じになります。これね ZWX が出る前なんで初ジップだったんですよね。これがリーバイスで初めてジッパーが採用された時が701のね42か47モデルらしいんですよね。じゃあ47年のやつだから、一応ほらこれもいわゆる片面タブって言って、この後ろにね印がなくて表面にだけ印刷されてるんですよね。結構ビッグ E の両 V とか言われる V も均等にこう V になってるっていう、あの太さが一緒でビッグ E で片面、これは相当いい、ワンウォッシュぐらいで買わせてもらいました。人生で一番高いジーパンですねこれは。まあ僕ねヴィンテージデニム好きで毎日毎日履いて色つけるみたいな感じでもないんだよな。ヴィンテージデニムも好きだけど、なんかベースとしてファッションが好きなんで、いろんなパンツを履いちゃってなんかこれだけを履き続けて1年間経ちましたみたいなことができないんだよな。いろんなパンツ履いちゃうから。これはプラダのレザーパンツ、これね軽くてイージーパンツの仕様でめちゃくちゃいいんですよね。これも超履いてましたね。今ちょっと暑いんで履けてないですけど、でも薄くてね意外と通年いけます。あでこれとかね見せるべきかもしれない。これはあのロエベの動画で買ったロエベのレザージャケット、まだ一回も着てないです。で着るタイミングでね夏になっちゃったんで全然着れてないんですけど、早く着たいですねこれは。あとこれとかめっちゃ着てます。60のつなぎボロなんですけど、これマジ着てるな。北海道の動画とかでもずっと着てました。すげえ気に入ってます。これの上になんかナイロンジャケットとか着て今っぽく着るのがすごいかっこよくて、こういうのとかね肩のって感じですかね。 あとこの辺にコーデュロイ、ラルフのコーデュロイと、これはマルニーだかな、マルニーのコーデュロイ、これラルフで、これ M51 とかもうずっと履いてないから履きたいわ。でこれはトライバルカーモのパンツ、これいいっすねって結構言ってくれる方が多くて嬉しい。でこれがセブンティーのカーハートのダブルに、ジロー全部ぶっかけましてぐちゃぐちゃになりましたんで、ぜひそのショート動画こちら見ていただきたいです。涙涙なジロー回で、これマルチカム、これステューシーのデジカムですね、9000でチョコチップ、これシノで買ったやつで、ウッドランド、この辺はミリタリー系とかダック系で、スエパンがこれがバレンシアガで、あこれは雄大と丸山くんの新しく作ったやつ、ここも買わせてもらいました。マジこれねまだ発売してないけどおすすめ、秋になったらマジ履くで、ステューシーのスエパン、シュプのスエパン、パレスの初期のスエパン、あこれ結構いいっすよ。なんか最近パレスとアディダスのスニーカーをたまたま個人的にも買ったんですけど、初期のやつを、これもちょうど初期の、本当に何年前だろうこれ、7、8年前とか、パレスのスエパン、僕の尊敬するデザイナーさんから買わせていただきました。で短パンがここにいっぱいあるんですけど、リッキーズとかね、あと550の短パンとか、これカーハートのボロの短パン、ボッテガ、ラルフ、ズーヨークって感じかな。これは見せたかったな、エルメスのコート、ちょっと羽織ろうかな一瞬。なんかすごいんだよ、ここのパイピング全部レザーだったり、柔らかい生地感だったり、ここもレザー、ラムレザーだったり、でサイズも超でかいですが、こちらも購入したのがもう夏入る手前だったのでまだ着れてません。冬物でまだ着れてないやつめちゃくちゃあんだよな、まだ。だから早くね寒くなってほしい、マジで着たいものがいっぱいあるという感じです。ここにいろんなパンツがあります。アディダスのトラックパンツとか、ディッキーズのアメ製のブラックとか、あとこれ一世のねナイロンパンツ、これ結構かっこいいですよ。 K2B っていう軍物のサンプリングなんですけど、ここにジップついててね、でフライト系なんで、このちょっと下にポケットついてるんですよ。これも結構気に入ってるんですけど、ポケットないんでちょっとあんまりね履く機会がないんですけど、すごい気に入ってます。
ここが結構ね一番着てるブルゾンたちなんで、これとか超気に入ってるヴィンテージのこうボーダーっていうか横ストライプのビンシャツ 100% レイヤーですかね。これもラルフ気に入ってます。ステューシーのアロハ、あとこれバカ気に入ってるわ、初期90年代のシュプリームの G9 型ジャケット、めっちゃかっこいい。これ1枚地で薄手ですごい着やすいんですけど、イギリスの佇まいなのに、まあ、ニューヨークのストリートブランドがやるっていうのがいいですよね。あでこれねすごい反響が良かった、二重にかけちゃってるわ。レディオヘッドのクルージャケットって言って1995年のアルバム出た時のツアーの時に関係者だけに配られたジャケット、これは結構スペシャルかも。これもちょっと間違って冬物をねここに刺したまま、これね当時超高かったんだけど、アクネステューディオスのムートンジャケット、小町30万ぐらいしたんだよな、ほんと5年ぐらい前に妻とロスで年越ししようって言った時に勢い余って買っちゃったんだよね。これ俺がお気に入りの20歳ぐらいの時に買ったんですけど、エルメスのシルクのシャツ、これ後ろもかっこいい。たまにドレスコードがあるご飯屋さんとかに行く時に着てます。これはね雄大がタンプレでくれたエルメスの白いシャツ、これも大事な時に着てます。あとスラックスがここにいっぱいあります。これジルサンダーのよく履いてるスラックスです。以上でございます。最初 T シャツじっくり紹介しすぎたせいで途中あもう無理だと思ってハイペースで喋ってしまったんですけど、今度ちゃんとパンツ編 T シャツ編 G パン編とか分けてしっかり撮ろうかなと、反響があったらそういうことやってみたいなと思いました。という感じで育休中、まあ家にいるので家でできることということでクローゼット紹介させていただきました。まあ古着屋さんに行く時間がね今あんまりないし、あんま撮れないんですけど、まあ、それまでに撮ってきた古着動画たちがこれから上がっていきますので、なんとか編集頑張りながら皆さんにお届けできるように頑張りますんで、ぜひ忘れないでいただけたら嬉しいです。まあ過去動画とか振り返っていただけたら嬉しいですし、まあ、再生リストって言って僕の旅行 Vlog にまとめたやつとかセカストディグ動画とかっていう感じで分かれてたりとかするんで、再生リスト順で見たりとかなんかテレビとかで流しながら見てもらえたりとかしたら結構いいなと僕は思っております。まあなんだかんだね編集する時間とかを取れたりするんで動画を上げられるかなとは思ってるんですけど、パタッと1週間10日上がんないみたいなこと今まではなかったけどあるようになるかもしれないので、ぜひね温かく見守っていただけたら嬉しいです。で、ハルキの生活チャンネルの方はサクッと編集してアップできるものなので、それはねちょっとガンガンアップしていこうと思うんで、この機会に見てくれたら嬉しいです。まあ、パパになっても服好きは絶対に変わらないと思いますので、さらに人間的にも成長して今は家族の時間を大切に生活していきたいと思いますので、ぜひ頑張れと思った方は高評価とかチャンネル登録をして応援していただけたら嬉しいです。それではまた次回の古着動画でお会いしましょう。バイバイ。子育てと YouTube 頑張ります。